はい、こんにちは。イロンキュード管理者の DT です。今回この動画を見ていただきありがとうございます。今回ですね、質問が、当サイトに 出まして胸が出てしまうという、質問をいただきました。私は胸が出てしまうので、どうしたらいいですかという、質問をいただきました。でこれはですね、胸が出るっていうことはどういうことかと言いますと、まあこういうふうに引いててこうやって引き分けてやった時にこう出ちゃうってことですね。こう胸がこう出ちゃうんですよね。で胸が出るということはまるでこう胸を割って引いているように見えるんで、大きく引けてるように見えてるんですけども、実は弓道において胸が張るっていうことは良くないことなんですよね。胸を張って引くものではないので、むしろこの体の裏側でこう押すように、体の側でこういうふうに押すんで、むしろ胸っていうのは落ちる感覚なんですよね。でこの胸が出てしまうのをどういうふうに、直したらいいですかという質問です。でこれはですね、この質問を送っていただいた人が、まず私はこの質問の文章を見てですね、非常に優秀だなと思いました。なぜかと言いますと、胸が出るにはどうしたら、胸が、出てしまうにはどうしたらいいですかっていうふうに、もう一行で送られたんですよ。これ、本当に重要です。胸が出るっていうのは、どのタイミングで出るかっていうのがあるんですよ。つまり、単純に一概に一言で胸が出るにはどうしたらいいか、いや、こう直したらいいんだよ、じゃないんですよ。これは、どういう時にどのタイミングで出るかっていうのをまず理解しておくことが大切なんですね。で今回3つあるんですよ、その胸が出てしまうタイミングというのは。で今回は1番と2番、この2つ目の、3つ胸が出てしまうタイミングっていうのがあって、今回はその2つを、お話ししたいと思います。1つ目は胴作りの時に胸が出るパターン、2番目は打ち起こしの時に胸が出てしまうパターンです。でこれは何が言いたいかというと、胸が出るんですよって言って胴作りの時になんか胸が反っちゃうんだよねって言って、そこだけ直してもここでなっちゃう可能性があるんですよ。要するにここで胸を直し、出ないように頑張っても打ち起こしの時になっちゃう可能性ってあるんですよ。これは胴作りの時に胸が出てしまう原因と打ち起こしの時に胸が出てしまう原因は違うからなんですね。違うんで、これは胸が出るっていうことは実はいろんな理由があるんですよ。なのでこれ質問いただいた方っていうのは非常にこの1行で言ったのは大変素晴らしくて、これいろんな場合があるんですよ。だから人間がどういう時に胸が出てしまうのか、まずここを、この前提をまずしっかり学ぶっていうことが大切なんですね。なので、3つパターンがあるので、今回はこの2つについてお教えします。なので、2つ実行してみてください。もしかしたら、動画見てるあなたがですね、ここで胸が出てしまう人は、ここを直すのもいいんですけど、こっちにもなる可能性があるんで気をつけてください。で、これ、打ち起こしで3番目は引き分けなんですけども、引き分けでこことここは良くてもここでなっちゃう可能性があるんですよ。だからそういう可能性もあるんだっていうことを覚えてます。胸が出るって言っても胴作りで胸が出るのか、胴作りは大丈夫なんだけど打ち起こしで胸が出ちゃうのか、引き分けで胸が出ちゃうのか、胸が出るという言葉は一つなんですけども、パターンが3パターンなんですよ。だから私たちはこれを1個だけ解決策を見出したとしても、それは処方箋にしかならないんですよ。予防にならないんですよ。だからここを考えなくてはいけない。なので今回これをお教えします。1つ目はですね、まず胴作りで胸っていうのは出てきます。でこれ私がこれ稽古してる時に私よく出るんですよ。胸が張っちゃうのよく出ちゃうんですよ。でそれは胴作りで胸が出ちゃうパターンというのは、これは反る姿勢になってるんですね。反ってるんですよ。今こう絵で描いたんですけど、こう顔があるとして、こう上半身あるとしたら、上半身がこう胸が出てですね、でお尻っていうのがお尻こう出てるんですよ。今ちょっと見えないんですけども、お尻がこう出ると胸がこう必然的に出ると。
いうふうに、これモデルの世界では、まあ、いいのかもしれないですけど、弓の世界ではこれはなるとまずいんですね。ソルっていうのはちょっとすみません、ソルというのは具体的にどこがどうなって反るのかというと、ここの筋肉がここが縮むと、つまり背筋が背中の筋肉が縮んだらこれになっちゃうんですよ。ここがこう胸とお尻がこう出て反り腰になっちゃうと、ここの筋肉が縮んじゃうんですよ。硬くなっちゃうんですよ。ここが硬くなると反る姿勢になります。なのでまず考えてほしいのは、ここの反ってることによって起こる背中の筋肉の張りを取らなきゃいけないと。ここを取ってしまえば胸っていうのは出なくなります。いくらここで胸を出さないように出さないようにって頑張っても、ここが硬くなってたら内起こしと引き分けの時にここ出てきちゃうんで、まずここを直さないといけないんですよ。なので胴作りでその直し方をお教えします。それはですね、一つ目はこれは胴作りは首を伸ばして肩を落とすと。なのでこう足踏みでパッてついたら首を伸ばしてください。こう顎をちょっと引いて、首のこの後ろ側のうなじを伸ばすように、これをあんまり意識しすぎてですね、グッてこうやって首の筋肉を硬くするような感じで伸ばしちゃダメです。あくまで呼吸をしてください。ゆっくりもう体の全身の筋肉の緊張を取ってください。もう呼吸で息を吸って息を吐いてふーって、もう全身の体をもうゆったりしてください。もう息を吸ったと同時にもう指先まで空気を送り込んだ気持ちにして、で吐いた時にもう体全体を使って吐く感じ。そして首のこの一個一個の関節をちょっとずつ隙間を開けるような感じでゆったりとこういう風に伸ばしてください。もうほんの微々たる動きです。スーって伸ばして両肩をスーッと落としてください。首を伸ばして両肩を落とすと、こういう風にこういうの、まあ、ゆったりこの部分の緊張を取ってあげるんですね。伸ばして両肩を落とすと。そうすることによって肩が落ちることで胸も柔らかくなります。これがまず第一歩です。これができると結構胸っていうのは出にくくなります。で背中の方もそうなんですけども、背中っていうのも意識を変えてください。こういうふうに反ってしまうと、ここが反ってしまうとどうやったって胸が出てきちゃいます。なのでここのこうなってる背中のこういう反って肩こう縮んでる背中をですね、呼吸と同時にも背中をこう伸ばしてあげるような感じ、ふーっと伸ばしてあげるような感じで背中の筋肉を、伸ばして、で首を伸ばして両肩を落とすと。でここでもう一個注意してほしいことがあって、もう形にはとらわれないと。皆さんが弓をやってる時にどういうことをやってるかわからないかもしれないですけども、人それぞれ意識してることがあると思います。例えば手の内はこういうふうにできる。例えば打ち起こしから第3入った時にこうなんて言ったらいいんですかね、こう開いていくと、その時の開き方とか、そういうなんかあなたが今やっている稽古でやっているなんていうんですかね、一つの肩みたいな打ち起こしをスーッと上げて、第3でこうやって引き分けで、こうやってやって引き分けでなんかこうグッと固めてしまうみたいな癖を持ってる場合は、それを全部捨ててください。何をやるかっていうと、首を伸ばして両肩を落とすことに意識を、もうこれに徹底してください。だから首を伸ばして両肩を落とす、ふーっとこう呼吸をしつつ、もうゆったりした体で楽な感じでやってください。その時にここで手の内で例えば握りをこう三指を整えるとか、そういうことをここで考えちゃうと、ここでやったことは全部ここに行っちゃうんですよ。意識が行っちゃうんで、これを一旦やめてください。ここでいくらここでこういう風な意識をしても、こういう手の意識とか
うちょこしょ上げた時のこう上げてこう第3取って引き分けの時の、まあ、下位の時にグッとやなんかここで止まっちゃうのがあったらもう全部やめてください。もう リズムを整えてください。首を伸ばして両肩落としてスーッとやって弓も軽く握ってで取りかけの方も軽くこう取りかけてですね、でそれでスーッとこう上げていくと、で第3もゆっくり上げて引き分けもこういう風にやる感じです。もう楽な感じでゆっくりやると、もう胸の力みを和らげてください。自分から首伸ばして両肩を落とすことで胸が楽になります。で背中ももうゆっくり楽にしてください。で形にとらわれないと、こういう、まあ、いろいろやってたことっていうのを諦めてですね、首を伸ばして肩を落とす。で、まあ、こういう背中の部分もですね、一個アプローチがあるとしたら、ここで背筋が縮んでるんで、腰を入れるのをやめるというのはあります。胴作りの文章で腰を入れるような感じって言って腰をこう動かしている、例えば胴作りってそういうことをやってるのであればそれもやめてください。もう腰を入れて腰骨をなんか前に突き出すような動きをやめてください。今日からこっちをやってください。首を伸ばして両肩を落としてスーッとなって、で腰も、ゆったりもう何も自分からこういう風に動かしたり下っ腹込みで前出したりとかっていうのもやめちゃうんですよ。もう首を伸ばして両肩を落としてスーッとこの上半身が楽な状態でちょっと前に出すのはもう上半身の体重が土踏まずの、やや前方につきます。これでまずシャを行ってください。この状態からスタートしないとこれをやらないでいくらここを注目直そうと思ったってこれになってなかったらもう何をやったって胸は出てしまいます。一社一社は大丈夫かもしれないですけども、これ例えば5社とか6社になってきたらだんだんこれ出始めます。なのでまず胴作りは首を伸ばして両肩を落とすと、でこれも伸ばすことをもう意識しこうグッてやるのではなくてですね、関節の一個一個をこう隙間をちょっと開けてあげるような感じで呼吸をしながらですね、楽にふっと楽にやってください。この全体の筋肉の緊張を取ってあげるということが大切で、2つ目はですね、打ち起こしです。でここでも大事なことがあります。これはまず今言ったこの胴作りというのは割とやりやすいと思うんですよ。で2つ目の胴作りはここは稽古で試してみてください。このやり方はこれは今できてるんであれば全然いいですし、できてなかった場合はこれやってください。うちの腰は腕を楽にしましょう。楽にしましょう。で腕を楽にするんですよ。だから首を伸ばして両肩を落として首を伸ばして両肩を落とすことによって、体の、上半身っていうのが楽になってくる。この上半身が楽になった状態でですね、ここで取り掛けをすると、で内腰を上げてくるんですけど、この時に内腰をこの時の腕がですね楽な状態で上げてください。ここで演奏だとか言ってこう形を変えるのはもうやめて、ちょっと全身のこの手首の関節や肘の関節や肩の関節をちょっと柔らかくするような気持ちで、今まで肘を張れとかあるいは演奏を取らなきゃっていうような意識でやっていたことをここでちょっとやめてください。で痩せてる人の場合は演奏はちょっとこう手前に寄せた方がいいです。こっちの方が腕が楽になります。で太っている人の場合はちょっと演奏を遠めに取ってください。遠めに取った方が腕は楽になります。腕が楽になるというかこの上半身が楽になることをキープできます。それで腕を楽にしてください。そしてここでやらなきゃいけないことは何かっていうと、この腕を楽にするために取りかけ、ここです。取りかけがポイントです。何かと言いますと、ちょっと待ってくださいね。ちょうどこれ取りかけがあるんですけども、もし取りかけでこういう取りかけをやっていたら腕が
楽になることがないです。なので取り掛けの仕方を今回胸が出て、徹底的に直したいと。まあこれをやって治ったんであれば全然それでいいんですけども、もし今後また何か出たりとかそういうことがあった時のためにですね、ちょっともうちょっと胸が出ることに関して詳しくお話ししたいんですけども、そういった時はこれをやってダメな場合は打ち起こしの時の取り掛けを変えてみたらどうかなということをお話しします。それは何かというと、取り掛けする時にどうやってやっているというかというと、多分こういうふうに親指がこういうふうにつるに対してほぼ、なんて言ったらいいですかね、ほぼこの弓とつるの間のこの線上をこういうふうに平行に親指やってると思うんですよ。でここでひねって、人差し指でひねって矢に当ててると思うんですよ。でこういうふうに親指が下向きになっている人と、親指がこっちにこういう手首がこういうふうに手首がこっちにひねられてる人は、これは腕に非常に力が入りやすくなってしまいます、引き分けで。なのでこれをまずやめてほしいんです。でこれなんで、どうして多くの人は演奏を取るとき、取り掛けるときにですね、なんで皆さんはこうひねるのかっていうのを考えてほしいんですね。私はちなみにひねらないんです、取り掛けるときは。ひねったら腕に力入っちゃうんです。別の体の筋肉の使い方をして取り掛けっていう動作を結果的に完了させてます。じゃあどういうふうにやってるかというと、それは多分多くの指導者が取り掛けをするときに矢がですねこぼれないためにこういうふうにひねって掴んでったというふうに言われたからだと思うんですよ。ここでひねらないとはずがこぼれるなんか不安があるから多分ひねってると思うんですよ。あるいはここをひねらないと掛け溝から外れるんじゃないかと思ってこうあえてひねってると思うんですよ。だからみんな多分取り掛けるときに親指をですねこういうふうに下向きにするか、こっちに向けてこうひねるかのどっちかだと思うんですよ。でこの取り掛けの仕方、今から私がやってる取り掛けの仕方をお教えしますので、もしこれができるのであればこれで稽古をしてみてください。それは何かと言いますと、まず深みに取り掛けます。深み取り掛けはこれ深みに取り掛けるんですね。今この辺りにギリコがついてるんですけど、ここにつくぐらいこういう風に取り掛けてください。でこれ握らないでください。握ったら腕に力入っちゃうんで、腕に力が入るようになってしまうので、人間の体って。なのであくまで丸くこういう丸く感じでこう置いてあげると。それで次に何をやるかというと、この親指なんですよ。ポイントは親指がこういうふうに取り掛けて、これをひねるのではなくてこっちに入れてあげてください。こっち、こういうふうに取り掛けて、今親指が下向いてますよね。これ下向きではなくてですね、こっちに入れてあげるんですよ。このつると、いやつると、弓のこの間に親指をこう入れてあげるんですね。こういう感じです。ちょっと斜め上から見たら、これが今までは下向きにしてひねってツールをこう絡ませてたのを、親指を前に出すことでこう絡ませてあげるんですよ。こういう感じです。ツールと矢があるとするならば、これをこう中に入れてあげるんですよ。で演奏がですね、今まではこういうふうに親指が下に向いてひねることでやってたと思うんですよ。それをもしやってるんであればこっちに変えてほしいんですよ。親指を中に入れた方が打ち起こししやすいですし、第三で何もやらなくてもツールが勝手に絡んでもう離れないです。だから打ち起こしをやるときに、今まではこういうふうに
こう下向きにこうひねる感じでやってる人は内を越してグーってやってる時にもうここでこの手首のひねりが上に上がれば上がるほどここがあの圧力っていうか深い力みが出てきてですね、これが肩に通じちゃうんですよ。それをこのひねるっていう動作を一切やめて親指に入れちゃうんですよ。こう親指をこう中に入れるんですよ。そうするとですね、これで深めに取りかけてかつ親指を中に入れるともうツルが取れないんですよ。こうすればでその状態でスッとこう上げてあげるんですよ。そしたらもう何の力も入んないです。この状態だと腕がすごい楽なんですよ。ここで動かせちゃうんですよ。だけどさっきみたいにこうひねって親指を下に向けるようにこれやってるとこう上げるとですね、手首がすごいなんかこう違和感というか圧力を感じるんですよ。だからここが動かしづらいんですよ。こう動かしづらいんですよ。だけどスッと上げてしまえばもう腕の この手首のこの親指ら辺がすごい楽になるんですね。こういうふうに腕を楽にする。で、楽にする方法はさっき言った演奏を取るときに演奏を取ることにとらわれてですね、形を作ろうって言って腕が緊張しちゃってる人は、痩せてる人はちょっと手前に寄せてあげる。で、太ってる人の場合はこっちに伸ばしてあげる。そしたら内を越しの時にちょうど両拳が合います。太ってる人の場合は。で、私は痩せてるんでこれはちょっとこうこっちちょっと寄せ気味にするんですけど、次に取り掛けはこれ腕に力が来ないようにするのはすごく大切なことで、やらなきゃいけないことは何かっていうと、取り掛けは深く取り掛けて、かつ親指がこのつると弓の間に入れちゃうんですよ。これを自分でですね、つるをこう入れてひねって取り掛けると、もうこれ内を越してどうしても肩上がっちゃうんですよ。それをここに中に入れてあげるんですよ。中に入れてあげて、それでそのままこう内を越しちゃう。そしたら腕に力が来ないです、この取り掛けの方が。で、取り掛けっていうのは教えてくれる人ってなかなかいないんで、ここはすごい違和感があると思うんですけども、稽古の時にやってみてください。これこっちの方がやりやすいなと思ったらこっちでやるのをおすすめします。で、私もこの取り掛けに関してはですね、ホームページにまあ書いてあるので、まあ、ぜひそれも参考にしていただければと思うんですけども、いかに腕を楽にするかっていうところで非常にこれ有効になってきます。なので首を伸ばして両肩落として形にとらわれないと、この手の内の握りとかそういうところを全部もう一切意識を取ってあげることで、まず上半身が楽になって胸が出るのがなくなります。で、その次に内を越して上げてる最中にですね、腕が力が入ってきちゃって胸が出てしまうパターンってあるんですね。それを腕を楽にすると、まあ、例えば演奏でふにゃふにゃ円を取ってるのにとらわれをなくしてですね、腕を楽にして上げると。で、もし取り掛けをさっきみたいなやり方でやってる人は一度これでやってみてください。この中に入れる親指をなるべく中に入れてあげた方がちょっとしやすいです、こっちの方が。で、手首にも力がこもらないし、なのでぜひこれをやってみてください。で、胸が出るっていうのは私ももうこれ何回も出たことがあるんで私わかるんですよ、この気持ちが。どこでどのタイミングで出るのかってもうわかるんですよ。なので自分がどこのタイミングで出てるのか、胴作りで出てるのか、内を越しで出てるのか、で、何が原因なのかっていうのはこういう原因があるんですね。上半身でもうすでに反り腰になってる可能性もありますし、腕で原因が出てるかもしれないんで、ぜひやってみてください。以上で内容の説明を終わります。ありがとうございました。